どうも皆様ごきげんよう、コメです。それではゼルダの伝説ブレスオブザワイルド続きをプレイしていきましょう。双子山の近くの馬宿の目の前にある祠まで来ております。何の祠だったっけ、俳優玉だったかな。はい、ではここをクリアして果ての村に今日は向かうところまでですね。さあ、どんな試練が待ち受けているんでしょうか。はいはい、ハイリアの何置き試練を与えようと。さあ、何の試練ですかね。導きは水より現れる灰玉の祠ですね。今回からコントローラーが変わっております。もうね、前のスイッチに付属していたジョイコンはね、上方向と左方向にね、勝手にね、入力されちゃうから、あれはね、困るので、プロコントローラーを買いました。なのでちょっとね、操作がね、慣れないんだ、申し訳ないんだけど、ほい、どうしたよね、これでいい。はい。はい。でも申し訳ないんですけども、ちょっと時間かかっちゃいます。もう側面に作ったりできる。あ、作れる。あ、すげえ。なるほどね、そういう風にもできるのね。お、オッケー。コントローラーちょっと買い替えた直後の収録なので、もし操作にね、なんかこう戸惑いっていうか、なんか変な動きがあったら申し訳ねえっていう感じですね。で、これでどんどん足場作っていきなさいよってことでしょうね。しないことなるほど。ほい。あ、ちょっとずれてる。足りん。どうだ。中央にはまってくれれば OK。 ちょっと時間かかってしまったね。あの、解き方がわからないんじゃなくて、調整にすごい時間かかっちゃった感じだわ。はい、じゃあここはクリアでーす。はい、試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ孫うことなき勇者。今こそ女神ハイリアの名において克服の証を授けましょう。ありがとうございます。はい、5個目ですね。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの籠があらんこと。あ、トゲがなくなってる。安全に返してくれるのか。で、
どうされました？なんかこっち見てるけど。ナゴムはこのオクラって光らしたのは最近だけど1万年ぐらい前からある古いものなんだって。なんでもこの世界にかなりの数の祠が眠ってるらしくて、考古学者たちは焼きになって探してるらしいわよ。隠された秘密とかには全く興味ないけど、この明かり、なんだかロマンティックよね。この祠の光がか。そうね。さてと、では馬ね、何匹か捕まえてはいるんだけど、私としてはね、歩いて目的地までゆっくり行きたいなと考えているので、果ての村までは歩きつつ、周囲を探索しつつ進んでいこうと思います。それではよろしくお願いいたします。僕のロバが羨ましい？すぐ旅なら馬だけど、僕はロバがぴったりさ。馬力が違うロバ力っていうのがあるんだけど、それはのんびりし続ける力、持続力ってことか。何を売ってるんです？ヤギのバター、フレッシュミルク、鶏の卵。フレッシュミルクね、まだ見たことないんだよ。2つぐらい買わせてもらおうか。なんか君も話し方すごいゆっくりだね。ありがとう。でね、多分向かう先一緒なんだわ。ん？魔物に追われておるわ。はい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 。夜道は気をつけた方がいいですよ。さっきの人でしょ。果ての村で野菜を仕入れ、双子山で売って、そのルピーで肉を買って帰る。絶対さっきのやつやろ。まったく。寝てたよ。へえ。なるほど。そういう場所でもあるのね。蜂。めっちゃ狙われてるよ、めっちゃ狙われてるよ、これ。今のうちに柱揃えるんじゃない？頑張り蜂の蜂蜜。やったぜ。めっちゃ茨に包まれてな、あそこ。火をつければいいのかな。うわ、痛そう。果ての塔さん、果ての塔に到着しましたよと。これは上り筋が決まっちゃってますね。はい、行きましょう。OK。 さあ、アップデートをお願いいたします。解放されましたね。あそこが目的地か。距離的にはそんなに遠くないかなと思ったんだけど、地図上で見ると結構離れてるように見えるな。どっち方面？こっち？違う。こっちか。え？赤い。月が赤いぞ。
怖っ。しかも動き早くない？いや恐ろしいなあれ。この時は魔物が復活しちゃうわけね。どうした？おお。一瞬止まったからびっくりしたよ。そろそろ頑張り度がやばい。そして呼ばれ、なんか敵に襲われてる。何してんだ貴様ら。オッケー。ああ、一人気絶しちゃった。大丈夫かい？キノコ狩りしてた。で、お姉ちゃんは気絶しちゃったわけ。大丈夫かよ。で、祠があるってなんか反応が出てた今。どっち方面だ？こっち？この上か。赤い月が赤い。なんかすごい怖い雰囲気なんだよ。待って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 、どうした？はい、リンク、気をつけて。赤き月の時、それはガノンの魔力が満ちる時、地上をさまよう魔物たちの魂が再び肉体を取り戻してしまうのです。あ、俺が倒した魔物たちが復活するってこと？気をつけて。なるほどね、そういうことか。あ、月がちっちゃくなった。なるほどね。あ、発見。錆びてやるか、いらんな。あんなところに祠があるの。ちょっと祠の探索先に行きたいな。山ガナの祠。いや、行ってみましょうかね。さあ、女神ハイリアの何を聞き試練を与えようということですね。さあ、今回どんな試練なんでしょうか。山柄のからくり、すごいふわっとしてんな。今までもからくりは十分あったでしょ。とりあえず上に向かいましょうか。これは何でしょうか。ははは、そういうこと。 OKOKOK。この手のものすごい得意だよ。すごい得意だよ。お、お、あう。ワープできたりしない？できないか。このボールを左側からこう落とせってことでしょ。もうちょいゆっくりやるか。お。
で、あの宝箱はなんじゃい。うん、ほい、待ってね。お、オッケー。ん、やめるのは X ボタンで、ボールが向こうに行ったよと。あ、それで終わり？もしかして。あ、終わりっぽい。早い。待って待って。でも、あそこに宝箱あるっしょ。ちょっと待って。もうちょい傾けた状態で止めればいいのかな？ OK。ほっ。これでいけるんじゃない？だからまあ問題は戻ってこれるかだけど、あれ？あ、オッケーオッケー。一心の弓、シー家族に伝わる弓、精神統一をしてこの弓を引くと遠くの敵がまるで近くにいるかのように狙い撃つことができると言われている。ああ、これどうやって帰ればいいんだろう。帰り方が分かんないでござる。帰る場所ある？微妙じゃない。だって帰れんのかなこれ落ちるしかないとかじゃないだろうな。こっから行けるか。はい、あ、行けた行けた行けた。 OKOKOK、 よしよしよし、はい、クリアしましたよ。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ魔王ごとなき勇者と。そして女神ハイリアの名において克服の証を授けましょう。ありがとうございます。変わった座り方してるね、あなた。これで6つ目かな。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの加護があらんこと。成仏。さあ戻ってまいりましたよと、アテノ村。あう。さて、マーカーがついてるところへ向かいたいのですが、こっちかな。こんな時間までお疲れ様でやす。トンプーテイ。なるほど。この村にもいろいろお店があるわけね。一応マップ確認しようか。もうちょい先か。ん？うん。あ、村はここなのね。村はここなんだけど、目的地はこっちか。オッケー。じゃあまず村を抜けないといけないね。なんだこれ。果ての古代研究所。あ、ちょっと待って、看板がある。かまどは熱い、触るな。かまどってあれのことかな。とりあえず中入ってみましょう。へい。おばあちゃんちっちゃ。ちょっとおばあちゃんじゃなかった、ごめんなさい。おはようございます。ここは果ての古代研究所でございます。所長にご用ですか？そうです。所長なら奥でございます。随分多忙の身ですので手短にお願いしますね。はーい。はーい。おはようございます。これだけの数の書物をご覧になるのは初めてでございましょう。そうですね。ここには古代文明に関する文献が集められておりましてね。その数たるやなんと、シーカーストーンです。
実物を見るのは初めてです。まあそうでしょうね。実際にどんなアイテムが入っているのか教えていただけると大変参考になるんですが、ビタロック、うん、マグネキャッチ、はいはい、リモコン爆弾にアイスメーカー、現時点ではそうですね。基本アイテムが入っていない。どうして名前を。あ、インパ様から全部聞いてんの。シーカスオンを持った青年が現れたら力を貸してあげるようにと。そのものこそが快晴の眠りより寂しし希望、名はリンクであると。うん。所長。え、あの女の子が所長もしかして。そういうこと。理解。私は察しがいいのでね。お、もしかしてこれはいけなかったでござる。にしてもこれなんか後ろのランドセルっぽいな。なんかこれリコーダーじゃねえのこれ。いろいろ突っ込みどころ満載だなお前。100年前の印象といささかも変わらないけど、その後の調子はどうかな。100年前の印象と変わらない。お前100歳以上か。5体満足でここまで来れてることが健康な証拠。覚えてないです。あ、あなたなのね。予想通りかよ。子供。うん、実験に失敗したの。ある意味成功。どういうこと？真実は上の日記帳に書き残してある。うん、お願いします。お使い。思ってないです。火のついてないかまどを見てないっすけども、古代炉から青い炎を持ってきて、そのかまどに火をつけてくれないか。あ、いやー、こんなところにそんなものが。うん、いやそれはいいんだけどさ、日記帳はどれかな。これじゃない。シーカーセンサーについて。シーカーセンサーとはシーカー層の基本アイテムの一つ。勇者の試練が眠る古代の祠を探知したら音で導いてくれる。古代の祠に近づくほど音の感覚が短くなる。探知をやめたいときは、まあ、オフにできるよと。日記ってどれや。あー、日記読みたい。知っとる。100歳以上だろ。上の日記帳。まあ、とりあえず他の話も聞いていきましょう。帰りは念のため村の食堂に火をつけながら緩い斜面を選んで帰ってきてねと。今雨降ってんの。草吉さん家の裏の高台にあるのが古代炉。この研究所で左に歩いて崖っぷちまで歩いたらシーカーストーンの望遠鏡で見てみて。
青い頃が見えたら。オッケー、とりあえず分かった。承知しました。雨が降ってるとのことなので、何が何でも日記を探し出す。上の日記帳、上の日記帳。ここのことか。あった。古代技術アイテム、アンチエイジ開発日記。新アイテムアンチエイジの開発を開始する。使用通りに実装すれば若返りが可能になるはず。アンチエイジが完成すれば退役軍人を若返らせ、ハイララ軍隊を増強することで薬剤可能が復活した際には強大な防衛力となり得るだろう。なるほどね。軍人だけでなく労働力の増加も期待できる。ぜひ平和的利用に役立てたい。試合でもアンチエイジの、ベータ版が完成したと。早速自作のシーカーストーンに機能を追加する。シーカーストーン自作してた。私自身が被験者となるためアンチエイジを指紋が起動、そして私に照射してもらうことに。照射20秒後、全身に倦怠感と発熱を感じたので実験は中止。猛烈な眠気もあり、今日は早めに就寝。明日からアンチエイジの解析をやり直すことにする。照射後2日目、全身の倦怠感はやや緩和。鏡を見てみると、頭髪が床まで伸び、溝のように深かったシワはほぼなくなっている。なるほどね。急激な若返りで倦怠感が出てきたって感じか。アンチエイジの実装は間違っていなかったようだ。ただし、この驚異的な若返り速度は想定外だった。2日間でシワがなくなり、髪が床までつくってやべえもんな。指紋を叩き起こしすぐに全身の診断を決行。身長、体重、視力から血液検査、心電図、骨密度、ここまでできる限りの全身の検査の結果、C 家族の50代女性の値が出ていることが判明。というわけで、一晩で70歳以上の若返りが成功か。明日目覚めたら胎児になっていなければよいが。一晩で70歳以上、待って、で50代って言ってたでしょ。ということは120歳。3日目、みなぎる気力とともに起床。こんなに眠れたら何十年ぶりのことだろうか。すぐに鏡で自分の姿をチェック。若かりし日の自分がそこにいた。シモの診断結果では全ての数値がシーカー族女性の30前後の値を示していた。90歳ぐらい若返ったことになる。30歳、大厄災で世界が崩壊した後、ようやくこの研究を再開できるようになった時期。シーカーセンサーなどのアイテム類の機能拡張の研究を始めたのもこの頃。この子たちの機能拡張が完成したのは私が80歳の時だったのか。50年分。いずれにせよ、この子たちはいずれ目を覚まし天才剣士君に託すつもりだ。そしてゼルダ姫を飲み込んで悪災ガノン討伐の上陸になればと切に願う。アンチエイジ照射後4日目。起床後いつもの健康診断を実行。各種数値はシーカー族女性の20歳くらいのそれ。当たり前だけど100年前の私にそっくり。大厄災が起こったのもちょうどその時。1万年にわたり音沙汰がなかったらしいが、つい100年前に溜めた力を解放したというが、思い出したくもない無慈悲なる破壊とさせりく。ハイラル女王ゼルダ姫、我々は全てを失った。全てではな。100年前私のもとに全身を座礁した青年が担ぎ込まれてきた。リンク。ハイラル城の歴史上最年少で昇格し、ゼルダ姫直属のこの絵騎士に抜擢されて天才剣士。その天才剣士君ですら厄災ガノの前ではかゆな姿となり果てるのかと思ったものだ。ハイラル王家と我らシーカー族の学者はタイプより因縁があるが、選択の余地がなかった。暴風の中ゼルダ姫を残し、シーカーストーンと天才剣士君を海星の祠まで担ぎ込み、詳細な臨床実験もできていない海星の眠りをその天才剣士君に施した。それが当時の私にできたことの全てだった。5日目、起床後目視にて赤い発疹を確認。成分を分析するとただのニキビだった。健康診断の数値を見るに、体力や精神年齢は10代中盤にまで対抗してるっぽい。精神年齢も対抗してるの。それにしても最近シモの目つきがマジエロい。なんならあいつマジムカつく。血液検査とか言いながらベタベタ触ってくるし、それくらい自分でできるっつうの。しかし今後の実験はどうしようかな。外のかまどの青い炎も弱まってきたし、このまま誘導石がストップしなきゃいけない。ストップしちゃったのね。6日目、またまた若返って見た目も体力も6歳くらいになったっぽい。背が縮んじゃって高いところのものも取れないし超不便。てか海星の夢についた 天才剣士君はいつになったら起きてくれるんだろう。このまま目覚めてくれないとシーカーセンサーとの機能拡張が持ち腐れだ。でも運よく目覚めたとしても、ここまで来てくれる保証はないような。リンクを叩き起こしに行きたいけど、シモンは頼りにならないし。
6歳の体ではいろいろ面倒だから年齢を進めるアイテム開発しよっと。7日目、朝の健康診断は昨日と同じ6歳の数値、若返りは止まったかな。ほんでもって年齢を進めるためのアイテムブーストエイジのベータ版が一旦完成。使用的にアンチエイジを可逆化し出力を高めて照射すればいいはずで、自作のシーカーストーンにその機能を追加しようとしたら誘導石が止まっちゃった。外のかまど見たら青い炎消えてるし、なのにシモンを古代炉に行かせたいけど失敗する。雨降るわで拉致が開かないし、私が行ったら行ったら村の女の子に見つかって散々だったし、このままだと研究できないどころかガス灯しかつけられない。どうしよう。なるほどね、それで古代炉から青い炎を取ってこいっていうことなのか。元は120歳かよ、やべえなおい。読んじゃったよ登るのはいいけどこれなんもないのね。でこれが6歳用のベッド、確かにちょっとちっちゃいな。よし、雨が降ってるな。ほい、研究所を出て左に向かって ここが入り口だね。ここを出て左に向かってかまど、あれは塔か、ん違う、これはあれだ、祠だ。青い炎が見えたらつってたけど、青い炎そもそも見えないっすよ。ここで時間を潰したいでござる。だがな、もう1時間経ってんだよな。出直すか。承知したよ。ちょっと待って。これ祠じゃなかった。しかも途中で晴れやがった。くっそー。待って、これか。これが古代炉か。はい、着きましたちょうどいいんじゃねこれ。ついてきとる。なんでや、遊びじゃないんだよ。この棒が壊れた。うせやろ、マジかよ。これでオッケー。果ての古代研究所をワークポイントに設定しました。ありがとうございます。着いたよー。ほらよ、これ読んだよな。そんな嘘ついても丸分かりだっつーな。天罰があります。マジで？くっそ。おお、本当だ。基本アイテムさっさと復活させちゃおうと。ほもほも。チェッキーやらんとダメなのか。塩梅って言葉は6歳児は使わん。はい、シーカーストーン認証。うつしえハイラル図鑑アルバム欠損を確認、修復を開始します。うつしえハイラル図鑑カバン、何回収したアイテムとか
モンスターとかそういうのを図鑑で見れるようになるってことかな。写し絵、見ている景色を瞬時に絵にする。写し取られた絵はアルバムに保存され、ハイラル図鑑と連動しており、新書があれば自動で登録されていく便利機能付き。必要かそれ。あらららららら、なんかいろいろ写真がありますね。ほう、図鑑をコンプリートしろとそういうことか。治ってますね。ドアップですやん。ドアップですやん。どうやって写真撮ればいいの？あ、もしかしてこのマークか。こういうこと？でかいとピントが合いませんな。こういうこと？ほらよ。それポージングしてるの？お前、それお前ポージングか？バカチン。違う、写真を撮りたいんじゃん。そういうポーズでいいの？こんな感じでいいんすかね。撮れました。もしかしてそういうことか。私は写しじゃなくて望遠鏡でずっと撮ってたってことね。アイプールは自分を写すってこともできる。こういうことか。ようやくできたぜ。ズームもできるのね。お、こんな感じでどうすか。自分を撮ることもできると。なるほどね。これいい。お前だよ。古い景色の写し絵もアルバムに入ってた。そうですね。そういうことになるんじゃない？古代素材の回収。はあはあ、アッカル古代研究所のロベリーに届けてくれたら嬉しい。なんだろう、古代素材と交換でいいこと。どういうこと？古代素材を持ってきてくれたら俺にアイテムをパワーアップしてあげる。シーカーセンサーのパワーアップなら古代のネジ3個。リモコン爆なら古代のシャフト3個。ビタロックなら古代のコア3個。なるほどね。お願いします。ビタロックかな？足りてない？ちょっと待って、何の素材が足りてるのかがわからん。古代のネジが3つか。ネジだったらシーカーセンサーがパワーアップできるのね。オッケー。
願いします。まったく。あ、そこにセットすんのね。機能拡張ね。シーカセンサープラス、探しているものへと導く。強化されて試練の祠以外のものも探せるようになった。探しているものに近づくと反応します。強く反応する方向へ向かえば探しているものへとたどり着ける。なるほどね、祠以外も探せるようになったよってことか。ふむ。でも これも気になるんだよな。写し絵説明書プルは、写し絵とは対象の姿をそのまま演出することのできる古代シーカー技術の一つ。写し絵を起動したら写したいものは真ん中に来るようにシーカーストーンを傾けてみよう。写したいものをうまく捉えることができたら画面に何か反応があるはず。その状態でパシャッとすれば大成功。写したものは写し絵として一旦アルバムに保存される。ものによってはハイレル図鑑に登録されるものもある。ハイレル図鑑を全部埋めれば君は写し絵名人だ。何かあるんですかね名人になることで。かわいいスタンプ。タイトル、かわいいスタンプ。スタンプとは、マップに打つことのできる目印のこと。ピンのことか。かわいいか？ぐりぐり動かして気になる場所があったらそこにボタンをポチるだけ。またスタンプの代わりにマップピンをポチれば実際の光の柱が立つから超便利。ビタロックの無夫婦機能。ビタロックには動いてるものを止めるという使い方以外に、止めた物質に衝撃力を貯めるという機能もある。物質の動きを止めたらそいつをとにかく殴ってみよう。そしてビタロックを解除するとその方向へ一気に飛ぶっていうね。アイスメーカーのあれこれ。アイスメーカーで作ったこれは乗るだけじゃなくてガーディアンのサーチを簡単に切ることができる。障害物にすることできるよね。ビビビという声音が聞こえたらこれを作って隠れる。これ常識。なるほど。はい、シーカープラス。はい。打ち入れ取ったものを探知できる。はあ、なるほどね。ポカポカだけ俺さっき拾っちゃったような気がする。あるかな。ごめんなさい、もう取ってますとりあえずちょっとできることもないみたいなんで今回はここまでにしておきますか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。